12月25日から野田総理は中国を訪問。温家宝総理、呉報国全人代常務委員長、胡錦涛国家主席と相次いで会談を行いました。来年は国交正常化して40周年の大変大きな節目です。この節目の直前に皇室首脳間で会談ができたということも、これは何かの運命ではないかというふうに思います。以史为鉴、面向未来、共同致力于和平、友好、合作、发展的积极信心，推动两国战略互惠关系取得新的进展。およそ1時間20分にも及んだ温家宝総理との会談では、野田総理から日中関係の一層の進化に向けた6つのイニシアティブを表明。1つ目に挙げられた政治的相互信頼の増進では、両国の戦略的互恵関係をしっかり発展させていくことが重要であり、来年はハイレベル交流をこれまで以上に活発に行うことなどで一致しました。また、国民間の相互理解の増進では、日中双方で5000名規模の青少年交流を実施することで合意。さらに、パンダだけではなく時も含めて大変ご協力をいただくようなお話でございました。東日本大震災の被災地支援として期待されているパンダの誘致。野田総理からの協力要請に対し、温家宝総理から日本側への提供に向け積極的に検討していきたい旨が述べられました。また、先日の金正日国防委員長の死去を受けての北朝鮮情勢についても議論。朝鮮半島の非核化、平和と安定は、両国のみならず関係国の共通利益であるという認識のもと、冷静にそして適切に対応していこうと、そのためにも緊密な連携をしていこうという、そういう確認ができました。特に拉致問題の場合は、拉致被害者含む邦人の安全確保について改めて私から中国に北朝鮮に働きかけるように要請をさせていただきました。会談終了後の署名式では、両首脳立ち会いのもと青少年交流などについて覚書が交わされました。来る平成24年、日中両国は国交正常化40周年を迎えます。